皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。鈴木慎です。3月27日、OSW ポストデイアミスタート大会、川崎でございます。17時より試合開始でございます。私も参戦させていただきます。よろしくお願いいたします。今回も、小中学生がなんと、無料で、見れます。会場に来られます。詳しいことは OSW 公式なんかをチェックしていただければと思います。さらにさらにツイキャスなんかもやっております。いろんな特典付きのツイキャスがありますので、お好みのものをぜひお買い求めいただければ、なんとアーカイブもついてますので、会場でも見てツイキャスを買っておくと、何回もそのお気に入りの試合がですね、見れちゃうわけですね。その後は多分 DVD も販売しますので、 DVD で買うと一生楽しめるかと思います。さあ、そんなところでですね、私の対戦カード、私はですね、ベルセルク枠、今年はずっとベルセルク枠やらせていただいております。非常にありがたいですね。熱い試合をしたいと思っております。対戦相手はアルティメットスパイダージュニア選手。はい、大大大先輩ですね。復帰おめでとうございます。はい、ですが、やっぱり私も先輩超えというのは常に狙っております。生意気なんですけれども、なのでちょっとチャンスかなと思っております。舐めてるわけではございません。物理的なお話でございます。なのでスパイダー選手もですね、なんて言うんだろう、気を使うじゃないですか。遠慮とかそういうのは求めてないと思います。お客さんももちろんそうです。なので私ができる、今のできる全力からさらにさらにどん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 加速していって、オイスタブルのベルセルク枠で大会に弾みをつけたいと思います。それでは皆さん、会場でお会いしましょう。ではまた。